パウロ・レナトレ・ボショ・フェレーラは、ポルトガル・カスカイス出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。ジョゼ・モーリーニョ監督の信頼は厚く、同僚のリカルド・カルバーリョと同じく FC ポルト時代から同監督の下で、数々のタイトル獲得に貢献した。チェルシーでは、加入した年から、プレミアリーグのサッカーに適応し、レギュラーとして活躍。 2004から5.2005から06シーズンのリーグ連覇に貢献した。しかしながら2006から07シーズン序盤は W 杯の疲れからかコンディションが上がらずミスを連発し、右サイドバックのスタメンから外されるというスランプに陥った。2006年の年末には、ジョン・テリーの怪我などから、障害発のセンターバックで起用されることもあったが、やはり安定感に欠けて、 批判の対象となった。ジョン・テリーがスタメンに復帰した2月10日のミドルスブラ、FC 戦では本来の右サイドバックでプレーし、まずまずの動きを見せている。07から08シーズンのプレーシーズンに怪我をして、調整不足なためか昨季と同じく調子は良くないが、10月に復調しかけた時に怪我をし、約6週間離脱。12月の CL のバレンシア戦では、 復帰を果たしている。2008年2月にチェルシーとの契約を5年延長した。この延長はクラブ側が申し出たものであり、クラブからの信頼は厚い選手であるが、2008年の CL 決勝では右 SB でエッシェンが先発を果たしており、大一番での出場はできなかった。2013年5月に現役引退を表明した。引退後は、 チェルシーの育成スタッフとして在籍しており、若手の育成という形で、クラブに貢献し続けている。ワールドカップ予選地元開催のユーロ2004の開幕戦ではスタメンだったが、キリシャ相手に開始早々ジゴール前へのバックパスを取られて、ゴールにつながるという大失態を犯してしまって、以降、同大会では、ミゲルモンテーロが負傷交代した決勝戦を除いて起用されなかった。 2006FIFA フフワールドカップ予選では、信頼を回復し、本大会のメンバーにも選ばれた。メキシコ戦、フランス戦では負傷交代のミゲルに代わって出場、ドイツ戦にも出場した。ワールドカップ後は、左 SB のヌーのバレンテが負傷が多い影響で代表では、不在のため、左 SB もこなせるフェレーラが、スタメンでプレーすることも多かった。 2010 FIFA ワールドカップを最後に代表を引退した。ありがとうございます。